おはようございます皆さん、時刻は6時35分になっております。今日はここ広川原から、ここもね標高がね1500近くあるんですよ、はい、バスで一気にここまで上がってきたので、はい、あんまり興奮するとダメなんですよ興奮するのは何があっても走るなって感じですよね、はい、落ち着いていきたいと思います、はい、私ねもう何年も前から夢だったんですよ、この北岳に登るっていうのがね、はい、もうなんせアクセスがねすごかったね、うんうん、大阪を昨日の夜8時10分に出て、うん、甲府駅に朝4時に到着、はい、そこから、信玄像の前に公衆トイレがあるのでそこでお手洗いを済ましてから、4時35分発のバスでここに6時20分ぐらいに到着しましたかね、はい、はい、広川原に到着しました。なんせね遠かったですねでも空気がねやっぱりちょっとひんやりする感じですね、うんうん、空がねずっとねあの雨マークやったんですけど月曜日、はい、来てみたら晴れになって本当良かったですね、うん、では今日ここから行ってみたいと思います、はい、それでは元気に行ってみよう。久しぶりですね、このたくさん人がいてる山道。いや、ほんまに。ずっと大阪五十山で道なき道を行ってたから。ほんま立派な登山道。せやな、久しぶりやな。そして人がいてる。みんなね、リュックがめっちゃでかいから、うちらのこのリュックがちっちゃく見えるぐらい。思ったより高いね、うん、はるばる来ただけあってね、うん、やっぱりね空気がちゃうね、うん、ちゃうな、うん、あのでも北アルプスよりなんかしっとりしてる感じがあるね。しっとりしっとりしっとり滑らかご覧の通り緑が上にも下にもすごく多くて、うん、標高1500から歩き始めたけども他の山に比べて酸素が森林限界がちょっと上の標高上の方まであるんで、高山病に比較的なりにくい、うん、なるほどっていう風に聞いてます。まあ、それでもじっくりマイペースでね、はい、無理せず登っていきたいと思います、はい、今日の小屋は宿泊は片野小屋はい、ということでちょっと余裕を持った工程にしているので片野小屋ですね、はい、片野小屋です、はい、楽しみですね、はい、サンセットとサンライズを見たいと思います、はい、行ってみよう。やばい、大看板ルート通行禁止。知らない。約3時間。
標準歩行で今7時なんで10時ぐらい。はい。急やね。頑張るぞ。はい、時刻は7時18分。18分、第一ベンチ。入ってる？入れないけど、セロ。そうなんか、うん、ちょっとわかんないけど。まあ、距離は 1.9 キロ。はい。標高は1750。ほら、ベンチありん。ここっぽいっちゃっぽいかな。じゃんじゃんいきます。何ですか、リュウさん。あ、大丈夫。はぁはぁ。あ、出た。まだはぁはぁ以外言うてるから大丈夫でしょ。酸素薄い。そのうちはぁはぁしか言えんは言いますよ。こんなコオロギおらんよ。一気に標高を上げております。今なんぼ？今1860。続々ね、後ろにね、追跡してる。あ、しんど。まだまだ登るよ。ドックンドックン行ってね。休憩です。7時52分、はい、休憩会場に到着しました、はい、距離は 2.7 キロ、1時間17分、標高は2040。結構頑張りましたね。休憩です。パンパカパン、はい、純吉の学校給食編と言いたいところですか、純吉さん。あのね、やっぱね、お休みなんですよね。お休みなんですよ。いや、今までね、こうな長期休暇の時にね、あ、仕事がなくて寂しいなって思うことなんかただの一度もなかったんですけどね。そう感じてる自分がいてね。いつからいつまで休みですかね。7月の20日終業式の日から、次給食始まるのは8月26なんですけど、それよりも1週間ぐらい早く行ってに、あの食材の入居をしたり大掃除をしたりとかがあるんですよ。はい、長期休暇楽しんでる最中です。はい、はい、ちょっと横でお目見えしてきましたよ。標高は2080です。これこれを横切っていくみたいですね。はい、なんかいかにもね、地滑りしやすそうだね、あ山肌が。じゃーん。こっちの方面が鳳山山じゃないんかな。そうなんか。かわいいお花が。サービスゾーンやね。サービスゾーン。サービスゾーンやな。なんかちょっと気持ちがね、トリップしてたよ。見てこの景色、すごいね。すごい。もうむっちゃ空気が美味しい。ほんでさっきの傾斜みたいなことないし、なだらかやからね。本当になんか純粋に山歩きを楽しんでるって感じのゾーンです。8時22分、はい、あの標準歩行時間と10時ぐらいに着くんかと思ったんですが、なんと 3.7 キロ。はい、白根大池小屋に到着しました。はい、もう麦ちゃんに待ってみないかな。8時26分、水を補給して出発。はい、蛇口からすごく冷たくてね、美味しい水が出ました。なんか白根大池小屋を越えるとなんか一気になんか本気変わるね。うまいな。せやからここまであの 500ml 1本ぐらいで来れたんですよ。なんでなんなら空きペットボトルを持って上がって届くのもいっちゃうかな。バレちゃうんかあれなんかね、バットレスおっか
これが白根お池。おお、おいえお池。バットレス。悪そうや。バットレス。わあっちが愛の岳とかノオトリちゃん。へえ。バットレス。山頂かだなこれこっちや。あこれだね。ちょっと待って。へえ、うん。3時間20分やって、うん。どんぐらいかかるかまた見とこう。ただ、刀から3時間ちょっとで、うん、はい、じゃあ9時の、はい、ここから小太郎分岐まで500メートルちょこと草滑りと呼ばれるやつですね。草滑り、はあ、早くしんどい。 マイペースで行きましょう。マイペースで、はい、でも景色は最高やで。バッドレス。草滑りです。滑りです。バッドレス。見てこの天気もうね、よかった晴れて。しんど。おい。さっきの白根お池です。鳳凰三山です。そしてバッドレス。バッドレスもう見えへんか。見えない。しんど。しんどいな。でいろんなとこにねちっちゃい花がいっぱい咲いててね、すごいかわいいよ。雲が流れる様子とこの岩肌を埋め尽くす黄色とピンクの花々。まだか。絶景です。地の方が行くんちゃったんじゃない。槍股とか新股とか八本馬のこれ。そうだね、うん、そやから。やっと休憩してくれました。うん、どうぞ特等席、はい、どうやこの景色もいいし。おそろそろ休憩イベントで、龍二さんなんかちょっと顔色悪かったしね、ちょっと大丈夫かなと思って。高山病、高山病。ちょっとあの最初のペースが早かったんですかね。ここでちょっと休憩入れて復活してもらいたいと思います。はい、休憩入ります。時刻は9時25分。距離は 4.9 キロ。標高も2425やで、で時間は2時間50分。こんな感じかな。はい、休憩入ります。行きます。あ、変わってきましたよ。もうちょっとか、ここか。そう、これはもうすぐやで。9時58分、 5.4 キロ、はい、標高2556、はい、ちょっと気の毒なぐらいバテててね、これもほんまに大丈夫でしょうか。小太郎ぐどねはいけるかな、はい、小太郎、小太郎、もういいか。あえなく小太郎はパスらしいですわ。でもね、すっごい空が青くってね、あ、もう今あそこ歩いてる人がおるから、あの辺こう行くんだと思うんですけどね、もうすぐやで、これ稜線まで。すごーい、大興奮。もうちょっと頑張りましょう。えい、おう、おう。だから最初はここに出てくるつもりやったんやろ、うんうんうん、そもそものな、うん。時刻は10時1分、はい、5.4 キロ、はい、分岐です、はい、今年は
2022年は通れなくなってるんですけど、大寒バサワから来たらここで合流すると。ちょっとこっち行って、小太郎がどんなんか見てみよう。よしよし、これ物体どこで飛んでくる。10時16分です、はい、小太郎山への分岐、はい、物体折れてますけど、そういうことですね、うん、5.8キロ、え、標高、標高はね、2674、え、あ、おー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 、あれあれかもわからんな。ねえ、1時間20分やった。もうええわ。いらしいわ。これだって、そこに1個ピークがあって、あね、もう1個行かなかんねやろ。そうや。あそこ歩いてはるわ。結構急やで。ここのからの景色見せ。ということらしいです。片野小屋に向かいたいと思います。あ、一応、小太郎山、さらば小太郎。そこの頂上みたいなとこ休憩しよう。あ、そうそう。だいぶガスってきたんでね、ちょっと小太郎の山陽が見えただけでもよかったね。小太郎の向こうが、あの、貝駒とかちゃう。そうなんかね。うん。千丈ヶ岳とかは、こっちの方やろ。うん、あ、そう。うん。よし、来い。休憩。あ、休憩、はい。大寒バサワやって、大寒バサワって。そうやろ、うん、よかった。小太郎山分岐点。10時21分。あ、やったね。距離は？距離はね、5.87キロ。標高は2697。はい。休憩入ります。休憩入ります。3近くなるとだいぶ冷えるね。だいぶ足に来て、よろよろしてます。あの、無理せずね。はい。行きましょう。小太郎は行きません。もう、こっからバイバイ言うとこ。小太郎バイバイ。バイバイ。あの、傘振動のアスクアスクみたいな。傘がだけど。そうそう。そうだった今日行きますね。だいぶバテましたこれ。しんどかったな。だいぶしんどかった。なんかいつまで行ったら終わんねや、この草滑りって感じだったな。この標準より大ファイ歩いたよ。分からん。すごいね。小太郎や。小太郎は行きません。こうしてみるとすごい山道やな、これもな。かわいいね。だいぶ寒いですよこれ。寒いな。小太郎小屋まであと数百メーターなんですが、これを越えないといけないようです。これ北だけちゃうんかこれ。違うわ。林道です。
たね。これ北岳ちゃうんか。違うわ。なんで言わすね。違うわ。しんど。片野小屋まであと15分です。ねえ、遠かったなこれ。北の小屋。ああ、北稜線だって。北稜線。9時46分。6.3 キロ。標高2780。4時間11分。簡単には行かせてくれません。6.66 キロ、はい、なんかさっきからやったらひょろひょろぶつかってきはるんですけどね。今日はここでちょっとね、荷物チェックインして荷物置いて身軽になりたいと思います。はい、今日はここで泊まります。3枚もあるでしたね。サビンか。シソビエするんかもしれない。で、ここにちょっと小物の置き場があって、もっと雑魚ねかと思ったらね。綺麗ね、ここね。綺麗綺麗。新しいやろ。ほんまやね。で、我々はここで。白寝袋の中に入れるインナーシーツを持ってきたんですね。はいはい。アマゾンでポチッとやってきました。インナーシーツを持ってこいということでしたので。なんか適度にプライバシーが守られてね。うん、いいですね。うん、よかった、これ助かった。うん、大広間は雑魚寝って言ってたから。そうやね、そうやね。雑魚寝やと思っとった。はい。朝弁と昼弁込みで、1万1000円しておりました、はい。はい。ちょっと休憩しました。どう来ました。写真撮るわ、ちょっと感激するわ。1200円。何のプライス。しゃあない、しゃあないよ。寒いからね。ブルブル。ちょっといただきますね。どうぞ。プライスです。寒い、鼻出るわ。めっちゃ寒かったな。汗びしょびしょやったから余計に汗びしたよ。うん、うまい。ね、ジューシーやな、でも。時刻は11時38分、うん、おうどんいただきまして、うん、北岳アタックに行ってみたいと思います、距離は6点、ね、あ、軽くしました、はい、行ってみたい。なあ、ちょっと晴れてほしいよな。甘いのか吸ってて。いや、標高高いわ。なかなか着きません。っていうか、富士山どこ行ったよ。富士山見えません、今日は。ガビー、あれやろな。12時15分になっております。 7.5 キロ。これこそ日本百名山。パパパフパフ当庁北岳は、ここで見て、白根岳っていうねんて。白根岳、明治37年に設置あって、うん、
はい、ガスガスです、小1時間粘っていましたがダメでした。しまいには雷も鳴り出してました。下山しましょう。明日行きたい。湯はゴロゴロです、北岳から片野小屋へ降りてます。真っ白です。31分、さらば北岳、振り返れば北岳。あれのもっと向こうちゃん、もっと向こうでここ今で戻ってきました。はい、ここまで460m。 はい、はい、あと15分で片野小屋。はい、意外と遠いな。ピントあった。キングルマらしいです。そうそう。これ綿毛になったらね、またね、変わった感じになるのよ。チゴグルマ入れてくるくるってするやつ見て、大きいとか。咲いてんね、なんか。ねえ。わけのわからん花が。まあ、全てわかるわけではないが、うん、もこんな標高3000近いところでこんだけ咲いてるっていうのがすごいよね。うん、北岳草っていうのがなんかどっか咲いてるらしいねんけどな。はい、1時48分。片野小屋に戻ってきました。そしてから水場を探しに行きます。はい、水場撤収やめました。だいぶ急な道でしだいぶ来たらしいですお疲れ様です。ご飯と味噌汁はおかわり自由ですのでお持ちください。食べ終わったそっちはそのまま重ねずに置いておいてください。はい、お弁当は夕食後ですね、お部屋までお持ちしますので、はい、お待ちください。あと、皆様、これ、サンダル使っていただいてると思うんですけど、これ、ちゃんと棚の方に戻していただくようお願いします。おお。4時55分、38分ですね。意外と早く着きましたね、よかった。ちょっと撮ってるからちょっとあれ
リュウちゃんのメガネが拭いても拭いても本当はこの辺もすごい綺麗な景色のはずなんやけどね、ちょっとあいにくなんでね、まあ、とりあえずルートはちょっと分かりました。八本馬の頃ってか次はね、この起点北岳山荘50分、アイナ岳時間4分。特製弁当です。あの朝ごはん弁当じゃない、あのお昼に1000円で作ったから1000円弁当です、はい、それでは早速いただいてみたいと思います。あの北岳山荘で綺麗なお手洗いをご覧のことができて助かりました、はい、ここからまた再び愛の岳に向けて1時間4分です、はい、ちょっと青い見えたね、青いの。
おお、青空、おお、青空頑張れ。この遠方が見えるような、うん、初めてやで今日立ってんのもやってたぐらいの風やった今ね、ちょっと風が、時刻は8時30、おー大丈夫か時刻は8時36分、はい、ノーカリ小屋に到着しました。距離は 7.7 キロ、標高2800ほど、4時間19分ほどかかりました。そっちからやってきました。で、ここにねお手洗いがあるんですけど、紙は持参してください。あの助かりました、このお手洗いね。ちょっとね天候がね回復してきたんじゃないかなと思います。うん、はあ、暴風が止んで一息ついております。どんなトイレでしたか？空中庭園と名付けたと思いますうん、ピーテーですかね、音タイムがこう半円状になってて、そこをこう流れ落ちていく感じの、向こうにボーンって落ちていく感じの設計です。ちょっと怖いいや全然全然腹を変える、大鳥中層だ、はい、ここでした。はい、ジャンボガッツリやりました、はい、イエーイ登頂。何が見えるんでしょうかね本当は10時26分、はい、休憩終わりまして、下山開始。そこが脳取りだけで、こっちに向かって降りる感じになってます。黄色いペンキ、ね、あそこの岩なんか書いてあるな、ゴミ持ち帰れって書いてあるゴミ持ち帰れ方面に降ります青空出た、ごめん、行きましょう。これが見たか
8時8分。あ、そう、木村正也さん25歳。そう、吹雪のため下降点を確認しえずこの地にビバークし、これより下方重層路にて力尽き永眠す。このご遺族がね、この遠くから見てもすごく分かりやすかったんですよ、この黄色いと。本当にありがとうございます。11時08分、距離は 11.2、5キロ、はいはい、6時間50分ですね。はい、ここから激下りの始まりです。もうやべ、もう見るからに怖いでこれちょっと足を軽い捻挫をしてるんで、ちょっとこれ怖いですね頑張りましょう、はい、大門沢河口点下り始めて、何歩経過かな、今11時29分、距離は12キロ。結構ね、こんな箇所もあるんですよ。龍一さんちょっと足痛がってるんでね。頑張れ。ジーン、ヒルベンです。んはい、いただきます。はい、こんな感じです。何ですか、何だろう。あ、さつまいもと、うん、きんぴらごぼうと、うん、これなんだろうな、お魚。でもちょっとなんかよくわかんない11時54分、お昼弁当を終えまして再出発したいと思います、はい、そっから降りてきました。大門沢河口点から降りてきてる途中です。次目指すは、大門沢小屋、行ってみよう。なんと純吉さん、ごめんな、ぼっか、行けるとこまで行きます。私のリュックを担いでくれてます。少しでも私の負担を減らすようにと。それでも足が痛くて遅い、ごめんなさいほい、逆取り。はい、いや意外とね、いけるよ、いける。ないわ。頑張れ、骨折以外は怪我じゃない。ロクソディン聞いたら走るぞ。ありがとう。おお。取ってくれてる？うん。これ多分ね、大門沢の水源じゃないかな。おお。これが多分注ぎ込んでるから、大門沢小屋はシャワーとか使えんね。おお。すごいね。頑張れ。時刻は13時54分、距離は 14.8 キロ、高度は2000を切ってきました。さっきからリュウちゃんがロキソニンが効いてきたような感じがすると言って、あの自分でリュックを持ってくれるようになったので、ちょっとペースが上がってきたかなっていう気がします。いけそうなんでしょうか。コースコースはね、なんか緑がね増えてきてね、すごくね気持ちのいいコースになってきました。沢の音がまた涼しげでね。どうですか調子は。歩きやすい道になってきたから。あ、今ゴロゴロじゃなくて、よかったよかった。なんか顔色も良くなってきました。よかった、純吉ぼっか解放。ありがとうね。うん、助かったわ。うん、先ほどこの先事故多発注意って書いてありました。これをまたぐ形になるんですよ、運勢と。ちょっと正直ね、自分で荷物持ってくれて、あ、早く来いよ荷物持ってくれて助かったね。これリュック2つやったら無理やった、うんよっしゃ。でこの先はこれを渡る。はい、そこが先ほど渡ったところで、いきなり足でアイシングを水でアイシングを始めました。冷たいらしいです。え、そんだけでいいの、そんだけでいいの。だったすごい冷たいんやって。どれどれ、これは気持ちいいね。時刻は14時27分、予定よりも1時間20分ぐらい遅れで15.9 キロ。いや、よかった、とりあえず着きました。大門沢小屋、大門沢小屋ぶち着いたね。イエーイ、イエーイ。感想は、ありがとう、ありがとうございました。助かりました。とりあえず一旦休憩しましょう、ここでね。はい、無事到着。ぼっか台入りました、いただきます美味しい。
文明の味、うん、おいしい。はい、ボッカ代400円いただきました。ミックスゼリーあーでもね、果物おいしいわ。やっぱ果物おいしい。もう一個食うか。いやもういいよ、うん、災害時に一番喜ばれるのはね、果物の缶詰らしいよ、うん、ちょっと気持ちがわかる気がするわ、はい、2時40分です。大門沢小屋を出発します。あ、無事ここまでたどり着けてね、本当にね、うん、あ、ほっとしましたわ、はい、ここから標準で奈良田まで3時間、はい、5時40分、まあ、あのりゅうちゃんがそのうち走れるようになるんちゃうかなという期待も。走れませんね、これ。ちょっとロキソニンが効いてきたんで、ちょっと歩けるようになりました。やっと自分の荷を自分で担いでます。純吉さん、よう頑張ってくれました。すいません。いや、あの丸太を越えるときにね、担いでくれとったんで、すごい助かったよ。これ、こっちでよかったんか、これ。うん。え、ちゃうの？これなんか普通に転倒ちゃう？あれ、道、違うよね、これ。違うよね、これ。後ろ。いや、なかなかスリルのある吊り橋でした。吊り橋？吊り橋ちゃうな。そろそろ主役のリュウジさんが現れます。足場がね、あれちょっと細いのよ。怖っ怖っ。やばい、ケビオエド、これすごいです、水の流れ。これ意外と怖いよね。頑張れ龍二選手、はい、アドベンチャーワールドです。まだまだ続くよ。これ真ん中でね、あれ折れてるんですよ。ちょっと怖くてね。あー、無事か。これは怖かったな。ちょっとまた雰囲気の変わった道になってきました。大きい岩ゴロゴロです。どうですかリュウジさん、大丈夫ですか？大丈夫です、この先はすごいよ、緑がめっちゃ深い。今朝まであの暴風の中にいたとは思えないぐらいの変わりようです。もうしっとり暑いって感じです。15時36分、ようやく奈良田の案内が出てきました。いやー、だいぶ蒸し暑かった。もう足元が水びしょびしょの場所やったりとかね、足場もここだいぶね細くって緊張したね。ちょっと今の位置と、はい、あれを、あの作戦会議しよう。はい、作戦会議です、休憩入ります。15時42分、作戦会議を終えて峠を出発です。ここ峠っていう一つのポイントやったみたいです。はい、行ってみましょう。ライト OK です。ライト OK、 そう、あのどうも登山口に着くのが5時頃になりそうなんで、ライトを装着しました。ここからはもう下にピンクの見えてるんですが、激下りのようです。頑張っております。よっしゃ。よかった。だいぶ不安定。かっこいい。
このロープちょっと切れかかってるからあまり 全力で体重を預けないように。あ、出てきた、よかった。さっきのあの川を渡るとこという超怖かったよな。リュウちゃんすごい、ルートファインディング、イエイ。16時42分、距離は 20.2km、標高1222、釣り橋までやってきました。この釣り橋だいぶ怖いんですけど、揺れる。何が怖いってね、もうすごい揺れるんですよ。これをみんなあの大きな登山リュックで歩いてると思ったらほんますごいわ。怖いよね、すごい高度感やし揺れるし、これむっちゃ怖いさ、このボロボロ感が怖いよな。みんなよう登山リュックで来るよなこれ。あ、怖かった。ここ意外とこの階段も怖い。ちっちゃい靴びちょびちょゾーンです。なんやろな、これため池。ダムの池。あ、ダムの池が。こんなんあります。靴びちょびちょゾーン。あ、発電所の。あ、でもなんか分配の匂いのするとこまで無事降りてこられたと感じがしてだいぶ嬉しいね。いや、一時はどうなるかと思ったよ。もうね、リュウちゃんの元気がないのがね一番あかんね。はい、時刻は16時53分、距離は 20.6km、あそこから出てきてちょっとね、これ合ってんのかどうかはよくわからないんですけど、あのフェンスにねピンクのテープがついてるんで、このなんか中途半端にめちゃ新しい橋を渡って見ております。これで合ってんのかな。ちょっと行ったり来たりしちゃいましたが、17時7分、21.3km、森山橋を渡りました。渡ってきております。あ、走っとるわ。走れ走れ森山橋。ここから奈良田方面あとちょっとだと思うんだけどね。時刻は17時10分。あのフェンスちょっと無理くり開けてやったな。開けてやった。まあでもちょっと分かんなかったんでね、しゃあないね。まあ、えんちゃん5、6分で済んだやん、ロスも。これいよいよこれで山道とは別れやで。ありがとう。ああ、お疲れお疲れ。あとは電波のつながるとこまで行こう。やったね。ありがとう。これで一安心。泣くなよ。ごめんな。どんまい。はい、時刻は17時38分、距離は 23.5km。 だから本日の宿海老名屋さんにすいません、予定よりも遅れてって連絡したところ、なんと車で迎えに来ていただけるそうなんです。ということで今日はここでゴールということになります。車汚さないようにこのインナーシートを着たいと思います。リュウジさんはどうでしたかね、今日の感想。申し訳なかった。ほんますまん。いや、それでも降りれるぐらいでよかったよ、程度がね。あんなね、暴風の中動かれへんくだったらもうそれこそレスキューやで。まあ、ということで、海老名屋さんのご主人さんにはだいぶ心配かけてしまいました。はい、ちょっと車を待ちたいと思います。はい、ここは海老名屋さんに、連れてきてもらった、これ湯島の湯さんですかね。西山温泉湯島の湯さん、南プラス温泉郷。これね、もうすごかったね。あの、ほんまに源泉かけ流しってほんまにこのことかっていう、めっちゃ気持ちよかったね。もうあのね、蛇口とかじゃなくってこう問いに湯が流れてそこから尺ですくうみたいな。もうほんまにね、何日か泊まっとったらめっちゃ体ようなるんちゃうっていう感じのね、気持ちよかったね。わあ、すごい。すごい。あとね、ご飯はほらあそこに今いる、はい、でしょ。あ、はい。あ、ここにね、あの漁師さんなんですって、白線にしちゃったらしいです。この近辺は角か。あ、角ですね。ちょっと待ってくださいね。これ鹿の角ですね。どれが分かんない。うんうん。で、2階にも2部屋あるんですよ。なのでマックスね、おいっ子、めいっ子、お母さんみたいな感じのグループでも泊まれるんじゃないですかね。
で我々のいらっしゃい。あ、浴衣も用意してくれてはるやん、うん、すごいね。エアコンあります。はい、食事会場にやってきました。行き力、行きの良さ、まあおしゃれなところですね。今日はね、食堂は別になってるんですね、うん、そうですね。あ、見て今日のメニュー、はい、そっち、鮎の塩、鮎ですね、エビぐらいですね、すごい。もうほんま嬉しい、こうか、幸せ、うん。二次会の始まりです。二次会始まりです。部屋に瓶ビールを一本持ってこさせてもらいました。部屋飲みです。したかったよね、部屋飲み、うん、はい、お疲れさん。お疲れさん、その2。ありがとう。部屋飲みはまた格別やね。ああ。カキピー持ってきました。足はまだ痛いです。いや、私もね、筋肉痛で痛だって言ったわ。でもね、この今回の旅のことをね、下山中にずっと考えとって、うん、確かに今回はね、私もともと北岳とか藍の岳から大きい富士山を見るのがずっと夢だったのよ。その夢が叶わへんくって、ちょっとだけでも見えへんやろかってずっと思っとって、結局全然見えへんかったんやけど、でもこのプランを立てる最中とか、前の日の晩にむちゃワクワクしたりだとか、その全ての工程を込みで楽しかったしね。これ何よりもね、まあ、ちょっと軽病も入ってますけど、軽病ちゃうわ。こうやって五体満足で降りてこれてね、気持ちのいい温泉も入れたしね、無事に降りれたらまた次に行けるやんか、うん、うん、また山の神様もまたおいでって言ってるってことやろ。リベンジやね。うん、そうやね、リベンジ戦ね、また楽しみが一つ増えたっていうことや、うん、今回下見っていうことでね、うん、まあ、全てのね、こうやって痛そうに下山してる時にね、優しく声をかけてくれた若者とかね、みんなに感謝やしね。その心配やろ、おっさん、ポシェット1個で、どんだけ軽装できたんや、おっさんって感じで、どんだけ軽みおっさんどうしたんやいう感じ。えらい軽みですねって誰も言えんかったね。そら言いづらいやろ、白髪のおっさん一人でひょこひょこ降りとんねん、どうって。アホみたいな俺。何もわからんと入ってきたような。おっさんどっから歩いとんねん、この格好で。でちょっと進んだら、なんかこう前後にリュック抱えてるおばはおって、あっこれかーい、ニコッとしてさ、あ持ってあげてるんですかとか言うてさ、うん、ねえ、でもね、あちょっと足痛めたみたいでって言ったらね、うん、あ大丈夫ですか、僕テーピング持ってますよとかね、このストック、わざわざそれ降りてからストック使いますか、僕らその大門座小屋博なんでとかね、あとで返してくれたらとか、お二人でいろいろね、気にしてくれたよね。ありがとうございました、すいませんでした。なんか人って優しいなと思って、ちょっとジンとしたよね。それでは皆さん、まったね。笹山、はい、宿から出発しまして、ここ吊り橋にやってまいりました、うん、こう渡り切ったところに笹山っていうところの登山口でもあるんですよ。これ渡ってみたいと思います、はい、結構長いですよ、この吊り橋、うん、奈良田温泉女帝の湯へ行きました。残念ながら今日は定休日です。水曜定休です、ご注意ください、はい、本来であれば9時から入ります。身延駅行きのバスです。37分には乗せてもらうことができました。50分発です。運賃は、1000円です。登山リュックが大きい場合はプラス200円です。美濃分満足でした。はい。